皆さんこんにちは、本日はですね床のお手入れ蜜ろうワックス編を、お伝えさせていただきたいと思います。今回のねお使い使わせていただく蜜ろうワックスなんですけど、これは小川幸太郎百合子社さんのみさらし蜜ろうワックスですね。で、まあ、蜜ろうワックス、まあ、全般的に大体同じやり方になりますので、皆さん共通っていう形で考えておいていただければと思います。じゃあ早速始めさせていただきます。まず簡単に蓋の開け方から、はい。で、今日用意させていただいたのはですね10円玉で、開けさせていただきます。まあ、このカードに入れさせていただいてですね、こういう感じでこじってっていただければと思います。そうするとパカッと開きますので、で、次がですね布を2種類用意させていただいております。一つがですねワックスを塗り伸ばす用の、布で、もう一つ今回蜜ろうワックスで大事なのが、塗った後にですねしっかりと拭き上げるための布ですね。で、まずこちらの方の塗り伸ばすの方の布なんですけど、こちらの方はもう何でも構いません。二日古しの T シャツでもいいですし、スポンジとかそういったものでも構わないです。塗り伸ばしやすいものであれば何使っていただいてもいいかなというふうに思います。で、ワックスつけさせていただいて、で、これをしていきます。グッ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 グ、よいしょ、よいしょ。で、これでですね余分なワックスを拭き上げていって、余分なワックスが床に残らないようにしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こういう感じです。布自体は本当にご家庭にあるもので構わないと思います。こちらの方も使い古しの本当に雑巾洗ったものになりますし、こちらの方はうちの嫁さんがですね自分で手作りして台布巾に使ってたものがもう古くなったんでいらないっていうことなんで僕がもらってきて、まあ、こういったものにこう使い回しているような形なんですが、家にあるもので構いませんので、そちらをうまく再利用していただければなというふうに思います。で、床のメンテナンスのポイントですね、非常に面積が広いですので一気にやろうとすると大変です。なのでですね、この自粛の間の連休中ですね、例えば初日にやるとしたらまずキッチンだけやってみようという形でキッチンだけやってみてください。で、次の日にですねリビングやっていただいて、で、また別の日にですね廊下をやっていただくような形でですね少し部分部分部分で構わないのでちょっとずつ手をかけてみていただきたいなと思います。一生懸命ですね1日かけて全部やろうとするとですねもう本当に結構な労働になってしまいます。なので次ですねやろうって言った時になかなか腰が上がらなくなるんですね。ですから僕がおすすめしているのはもう本当に部分部分でやっていって1日そうですね1時間から2時間ぐらいの作業時間にしていただくとまたやろうという気になると思いますので、ぜひそういう形で部分部分でチャレンジしてみていただければと思います。で、本当にですねやる面積が多かったりとかですね結構汚れが結構出ちゃってるんですなんてお客様の場合ですね、いろんなものを使わさせていただいてですね落とす方法だったとかですねもっと手軽にやる方法だったりとかあるんですけど、今回はですね、基礎編という形で皆さんにお伝えさせていただきます。また私のですねメンテナンス教室などでですねそういった実践編の方のお話なんかもさせていただいてますので、また自粛が終わったらですね定期的に開催しておりますので話を聞きに来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。